内閣総理大臣官房広報室がある内閣府庁舎日本の国旗日の丸国政モニターは池田隼人内閣の政策の中でメディア戦略の一環として毎月1回全国のモニターから意見聴取するため1962年6月に始まった制度である2012年のインターネットでの実施が始まるまでは郵送による文章での意見募集であったが 同年以降インターネットでの国政モニターはボランティアで行われている。国政モニターの募集は公募により行われている。公募方法は新聞記事化掲載、ホームページ掲載等による。インターネットでの実施が行われた2012年以降は首謀者はネット上で期限までに400字程度のミニ論文の提出を行う。その内容により、 参加資格の選定が行われていた。居住地の都道府県名と市名と職業の区分があって、管理職や、主婦主婦や、専門、技術職などの区分を選択し、年齢は、何十代などを記入するのみで、個人情報に配慮したシステムである。選定者にはメールにて通知が来るが、不採用の場合にはメールでの連絡は行われていない。弁護士などの放送席者、 国会議員や地方議員、国家公務員や地方公務員や国政モニターの回数が重なるリピーター経験者も対象とされた。これは国政モニター制度についての評価委員からの意見で2年間の任期でいいのではないか。1年は妥当であろう。あまり長いとプロ化するので、という意見が反映されている。毎月。 モニターの登録メールアドレスにメールで意見、提出案内が来て、そしてそこからアクセスして意見を書き込むようにシステム化されていた。マイページも用意されていた。意見の提出回数は年度によって異なるが、月2回か3回で行われていた。各省庁におおむね対応している。インターネットや報道については、総務省、裁判員制度は、法務省、 教育関係は文部科学省。鉄道や住宅関係は国土交通省というふうに、特に省庁を指定しなくとも内閣総理大臣官房広報室から関係省庁へ国民の意見として送られている。外交問題は男性の意見が多く、女性は教育問題や保育に関心が高いモニターも多く、厚生労働省や文部科学省への意見が多く見られた。 その他という意見提出の分野もあり、そこには国政モニター制度についての広報室の運営への不満的な意見や要望もあり、そういう意見も公開されていた。氏名は表示しても表示しなくても良いということで、意見提出者がネット上で選択できるようになっていた。著作者人格権に配慮したものである。国政モニター全国会議は国政モニターの中から応募者を募り、 その中からおよそ十数名程度が会議に出席できるシステム。2012年以降は内閣府で行われ、モニターが初めに意見を3分以内で発表し、それについて職員などが応答する。配布物対応もなされていて、発表者が配布物を希望する場合は事前に PDF などにしてメールで送っておくとプリントアウトして参加者に配布された。あとに、 その応募時に書いたモニターの文章とお答えが国政モニターのサイトからも公開されていた。この会議については、シャと交通費が支給されている。2016年度はこの会議が実施されていない。国政モニターの意見の中からも政策や課題への対策に採用された可能性もあり、民主的な運営がなされていた。大学教員や看護職や介護施設の職員も、 国政モニターや全国会議で現場の声を届けている。内閣総理大臣官房広報室が担当をしているが、2017年度以降募集も更新もなされないまま、そのサイトは閲覧ができる状態であった。2018年4月30日から5月1日にかけて公開されている国政モニターの意見の中には、特定の国民に対してのヘイト的発言や、 差別的表現を見られるのにそのまま放置されて公開されているということを指摘した個人ブログが発端となり複数のマスコミにそのことについて大きく取り上げられ報じられたその指摘を受けてか同年5月2日以降休止として閲覧ができない状態となった取材陣への回答としては各社の記事を総合的に見ると今はそれらの意見についての調査中で 今まで600人程度が意見募集の対象であったが、もっと多くの国民からの意見を募る予定で、今回のことが原因でサイトを閉じたわけではない。そして、国政モニターのこれまでの役割は終わっている。であった。このようなものは変更報道である。すべてのモニターがそのような意見提出をしていたわけではないのに、報道のやり方は非常に問題があるというものもいる。 問題の時期の国政モニターは一般国民でボランティアで参加していた。それらの方々の人権を無視している。マスコミの中には意見提出は月3回と限定していたり、選定は抽選と書いているものあったが、これらはよく調査をしないで書いているので、フェイク情報が溢れる報道機関にも疑問を呈している。これらは日本人に対する逆差別であるという考えは、 国政モニターだけではなく、多くの日本国民が日頃から抱いている感情であるという意見もある。平成17年度政策評価書、内閣府、2018年5月18日閲覧。国政モニター制度について、評価委員からの意見内閣府、内閣府、2018年5月18日閲覧。衆議院事務局、 第196回国会270国政モニターのサイトで外国人に対するヘイトスピーチ誹謗中傷が閲覧できる状態になっていることに関する質問収書2018年5月17日閲覧第196回国会270国政モニターのサイトで外国人に対するヘイトスピーチ誹謗中傷が閲覧できる状態になっていることに 関する質問集書、www.shugin.go.jp2018 年5月17日閲覧。ありがとうございます。